綺麗だな。うん。お。お。え？てっちゃんへ。なんて書いてある？ちょっと読んでよ。え、ちょっと待って。読んでよ。読んでよ。ちょっと待って、読めない。読んでよ。ちょっと待って。なんで？読んでねえよ、まだ。読むね、うん、手紙なんて俺っぽくないけど読んでね。3ヶ月一緒にいたけどもう何年もいるくらい仲良くなっちゃったね。先に出ていくことになっちゃったけど俺がいなくなっても泣くなよ。てっちゃんはもっと自分に自信を持って男らしくなってね。でもその優しいところだったり素直なところは俺が大好きなところだから絶対変わらないでね。俺がいなくなってもテラスハウス楽しんでね。バイバイ。今平手時間入っちゃった。遅えよ。もうさ、あの時はもう帰ってくるもんだっていう気がしてたさ。俺がいなくなっても泣くなよ。だって泣いてんじゃん。ちょっとこれ読んだらもう本当にやばい。もうマジで。もっといっぱい遊べばよかったね。うん、そうだね。もっと一緒に海行けばよかった。今までまた帰ってくるような気したんだけどさ、うん、めっちゃ綺麗になってんだもん、うん、最後に手紙もくれるし。めっちゃ嬉しいこれ、うん、全然らしくねえし。本当に最後の最後で全然らしくないことして。マスト君きっと照れくさかったろうね、これ書いてるとき。そうだね。ちょっと目に浮かぶ。
もう見んなよ、もうダメこれさなんもないね、マスト君のとこ、うん、こっちにいたらもうやばい右にいたらもうなんもないからなんか忘れてねえから、え本当になんもない、何回も読みたいんだけど何回も読みたいんだけどさ、絶対役じゃねえかよちょっとやめとく手紙も読みたいし、あとにしてくれよ、だってあとにしてくれ、なんで俺こんな泣いてんの遅いんだよもう大事にしなきゃ、うん